はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンダウンジャケットのサイズ感についてお話していきたいなというふうに思います。前回ですね、バルトロライトジャケットのあのサイズの動画出したんですけど、まあそれの時にあのマウンテンダウンも作ってほしいっていうお声いただいたので、まあ今回作らせていただくんですけども、まあ同じブランドでも全然あのアイテムによってサイズ感っていうかあの作りが全く異なるので、まあ前回紹介したそのバルトロとあのマウンテンダウンに関してはもう全く別物っていうぐらい、まあサイズ感は違うので、まあ早速見てもらいたいなと思うんですが、このマウンテンダウンジャケットに関してはもともとインナーを着る体で作られてて、バルトロライトジャケットはインナーを着ない体で作られているので、身幅の大きさというのが、全く違うんですけど、実際着用でスウェットパーカーを着てる様子と、あとまあロンティの様子を見てもらいたいなというふうに思います。ではどうぞ。はい、というのがまあ着用した感じだったんですけども、特徴を見ていきたいなというふうに思います。はい、それではマウンテンダウンの特徴を見ていきたいなというふうに思うんですけども、このマウンテンダウンジャケットは、まあ、最初にも言った通りインナーを着ることを想定されて作られてはいているので、もともと身幅が大きめに作られてて、なおかつ肩幅も結構大きめに作られてて、で着丈が長いっていうのがまあ特徴的で、唯一袖がちょっと短いなっていうのが、まあ僕個人的なあの意見っていうか感想なんですけども、まあ、実際バルトロとの比較っていうところが、まあ、一番しっくりくるかなと思うんですけど、まあ、バルトロライトジャケットって前回動画でも作ってるんですけど、身幅が狭いっていう感じで、で袖丈が長いっていう感じになってるので、まあ、僕個人的に思うのが、洋風型っていうか西洋人型というか外人っぽい感じの、まあ、手足が長くて細いっていう感じのイメージと、マウンテンダウンに関しては日本人型っていうイメージで、ちょっと横が大きくて手が短いっていう感じの、まあ、作りになってるのが、まあ、特徴的なんかなというふうに思ってるので、まあ、バルトロは最初も言った通りインナーを着ない手なので、あくまで身幅は結構細いで、手も、まあ、長めに作ってるっていう感じになってるんですけど、マウンテンダウンに関してはこれ、まあ、フードも着れるし、結構中に着込める状態になってるので、で着込んでも丈が足りないってこともないですし、身幅もパツパツなることもないので、まあ、少し日本人型っぽい作りかなというふうには思います。なので実際結構細い方とかであれば、このマウンテンダウンってそのスタイルの良さっていうのは結構出づらくて、バルトの方がこうスタイルのいい感じって出やすいんですけど、マウンテンダウンに関してはちょっとスタイルは結構隠れちゃう感じになってて、身幅がボンって大きいので、まあ、隠れちゃうっていうのが、まあ、一つこの特徴になってるんですけども、逆にふくよかな方とかは身幅が大きく作られているので、まあ、その身幅に関しては結構サイズを下げても着れるんじゃないかなと思うので、僕が実際バルトロの M サイズとマウンテンダウンの M サイズこうやって着用してる感じがあるんですけども、同じ M サイズでも同じブランドの同じ M サイズなのに見た目が違うっていう感じになってるので、僕実際細く着るのが好きなので S サイズっていうのをまあ着用してみたことあるんですけど、 S サイズやと身幅とかは結構スタイリッシュになって綺麗な感じになるんですけど、いかんせん袖丈が足りなくて、手を伸ばすとちょっとやっぱ足りてないなっていう感じになったので、まあ、M サイズで合わせたっていう感じにはなってるんですが、これは逆に比較的そのふくよかな方の方が、まあ、袖だけを意識して合わせれば、身幅は全然どれでも多分合わせれると思うので、大きめなのでどれでも合わせやすいと思うので、まあ、逆に丈だけで見るっていう感じになると思うんですけど、細い方とかはまあ、細い方も同様に丈で合わすんですけど、丈を大きくしすぎて L とかにすると体は細いのに身幅がボカーンとでかなってここで合わせちゃうっていう感じになってるので、結構細い方は選ぶのが難しいのがこのマウンテンダウンジャケットかなというふうに思うので、まあ、次のサイズを上下してみたらっていうところになるんですけど、まあ、サイズを下げていけば下げていくだけ身幅も多少は細くはなるんですけど、元々の作りが身幅が大きいので、どっちかっていうと袖だけがギュン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 短くなっていくっていう感じで、着丈は長いし身幅も大きいっていう感じなんですけど、袖がどんどん縮んでいくっていうことになっているので、まあ、細い方は結構合わせるのが難しいかなと思うんですが、まあ、逆にその今流行りのオーバーサイズとかで着るとか、そういう風な着方がしたい方とかであれば、逆にこのバルトロよりもマウンテンダウンの方がオーバーサイズっぽく着れるので、特にストリートっぽい着方とかは、映えるんじゃないかなというふうには思います。
で結構そのサイズを下げてももともとインナーを着るようには作られているので、この辺とかには結構ボリュームっていうかその隙間があるので、バルトロほどキュンキュンに詰まってる感じではなくて結構隙間があるので、中にこう首元にこうフードがあったりとか、まあ、多少ネックウォーマーが入っててもまあ多分問題ないかなと思うので、まあその辺は中に着込むことを考えてる方にはぴったりなダウンジャケットになってて、まあ少し僕も実際北海道でこれ着てるんですけど、中を着込まないと隙間風っていうのが結構入ってくるので、僕ベースレイヤー1枚でダウンジャケット着てるんですけど、やっぱ風はビュービュー入ってくるので、まあ、あくまで重ね着するように作られてるっていうのが、まあ、このマウンテンダウンジャケットかなと思うんですが、まあ、ただスペックがめちゃくちゃいいので雨の日でも雪の日でも着れるし、まあ、季節とかその悪天候関係なく、まあ、着れるっていうところになってるので、まあ、人気はあると思うんですけども、サイズはまあ、そんな感じになってるんかなと思うので、はい、僕はちょっと袖丈に苦労したっていう感じにはなってます。なのでこれに関してはもともと身幅が大きいので L サイズを着用しようと思ったことないので、一回も L サイズは着たことなくて、 M でもちょっと大きいって僕は思ってるんですけど、本当は S ぐらいの身幅のキュッとした感じがいいんですけど、まあ、丈が足りてないので、特に袖丈が足りてないので、まあ、M にしたっていう感じにはなってます。だからバルトロの時は L も着用して L も試したんですけど、今回のバウンテンダウンは L 試そうと思わないぐらいもともと大きいっていうのが、まあ、全然もう形が違うっていうことになってるかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、バルトロの時も言ったんですけども、人によって筋肉のつき方とかサイズ の展開って全然違うので、質問とかでその同じ身長同じ体重で質問で何センチで何サイズがいいですかって聞いてもらったりすることあるんですけども、筋肉質ですって言われても足に筋肉がついてるのか胸筋が特についてるのか腕の筋肉がついてるのかでも入るサイズ感って全然変わってくると思うので、まあ、実際多分着てもらったり、あともうほんまに聞きたいのであれば多分店員さんに聞いてもらったりする方が多分実際見て教えてくれると思うので、まあ、その方が確実じゃないかなというふうには思います。というので、まあ、今回は少しでも袖がちょっと注意やっていうところが、まあ、頭の片隅でも入ってもらえたらなというふうに思うので、まあ、今回この動画を作らせてもらったという感じになってます。ではですね、本日はマウンテンダウンジャケットのサイズ感について話してみたという動画になってます。以上ありがとうございました。